ビロフレイは、フランス、イルド・フランス地域圏、イブリーヌ圏のコミューン。南はホースル・ポズの森と、北はムードンの森と接する。パリに近いが、コミューン面積の約40%が森林で、最も森林面積の多いコミューンの一つである。現在は暗挙化されているマリベル川の谷に、面積の一部が含まれる。コミューンの標高は、全般的に急である。北にある、 ビルダブとは、放するポズの山林の山道で唯一往復が可能である。ベリジー・ビラクブレーの高原は、険しい道を介し、ムードンの森を横断して、ビロフレーへとつながる。近接する4つのコミューンとは森を介して往来が可能で、パリからわずか 6.5km しか離れていないのに、非常に珍しい。街はシャビル、ベリジー・ビラクブレー、ベルサイユ、ビルダブと接している。 町はパリ・ベルサイユ間を走る県道10号線が横断し、市内の重要な交通の動脈となっている。ビロフレイはその領域内にフランス国鉄の駅が3カ所あるという珍しいコミューンである1162年にラテン語化されたビーシャローリーニとして記された。古いフランス語でビルとはビーシャルスティーカ、すなわち農村を意味し、続いてゲルマン人の人名、 アフィリン、またはドフィニズ、そして FLA がつく。中世、ビロフレイの土地は、オテルデュード・パリの修道士たちの所有であった。16世紀に教区が置かれ、ビロフレイは1695年に王室によって、買収され、シャビル領主である、ルーボワ公爵未亡人へ授けられた。彼の息子は、王の戦争大臣となった。彼は、チュレンヌの死後、王軍の長となった。 ルイ14世は、ビロフレイを王室の両場に編入した。ビロフレイは、その後、ムードンの城を所有していたグランドファンのものとなった。貴族の一部は、豊かな森の近くに別荘を建てた。教区は、フランス革命まで横領であった。ルイ14世、ルイ15世、ルイ16世王の時代、ビロフレイは、パリとベルサイユ間を宮廷東軍が横断する、唯一の教区であった。 17世紀から19世紀まで、ふんだんに水があり、宮廷やベルサイユに近いビロフレーでは、洗濯産業が盛んであった。革命前、パリから追放され、経由地のサンマルタンドレーから、フランス領ギニアのカイエンヌへ流刑にされた者たちは、レキュドフランスと同じく早くは、王の恩赦を受けることができなかった。神の恵みを期待できなかった彼らは、ビロフレーの地にその名をつけた。 1839年、鉄道路線が敷かれ、ビロフレー、ディブドロワット駅ができた。その後、1840年と1902年に、ビロフレーは、ベルサイユとパリに接続された。参照元、1962年まで、イヘス、1968年以降 INSEE。ありがとうございます。